モーリッツ・ブライプトロイはドイツの俳優である。ミュンヘンで生まれ、ハンブルクで育つ。父親は俳優のハンスブレナー。母親は女優のモニカ・ブライプトロイ。両親は正式に結婚していない。子役としてテレビドラマに出演するなどした後、17歳でオペアとして働くためにパリに向かう。その後、パリニューヨークローまで演技を学ぶ。このうち、 生徒たちを非人道的に扱うニューヨークの演劇学校での日々が人生最悪の時だったと述べている。1994年から本格的に俳優として活動を始め、1990年代末からは活動の中心をテレビから映画に移す。2005年4月29日付のタブロイド紙ビルトによるアンケート調査、現代の最も美しい50人のドイツ人で、 第2位に選ばれる。2006年にソリューシュで第56回ベルリン国際映画祭団優勝を受賞する。以前はドイツを中心に活動していたが、英語も流暢に話すことから2008年の映画、スピードレーサーを皮切りにアメリカ映画への出演も見られるようになる。ドイツ語と英語の他にフランス語とイタリア語も堪能である。父、ハンス・ブレナーは、 母モニカ・ブライプ・トロイとの関係とは別に、1998年に、ガンで亡くなるまで女優ルート・ドレクセルと長年にわたって、事実婚の関係にあったほか、女優スザン・レ・カッペラーとの間に3人の娘を、設けている。1975年に生まれた娘、チリド・ドレクセルは、モーリッツにとって、腹違いの妹にあたり、後に、女優兼舞台演出家となる。2008年11月に、 恋人アニカとの間に息子ダビドが生まれている。長くパートナー関係にあるクラリス・デカストロとベルリンとハンブルクで共に暮らしている。名字のブライプトロイはドイツ語で誠実であれの意味である。ありがとうございます。